はい、FM 流進堂 DJ の流進です。お話の続きでございます。まあ、とにかくこの1ヶ月間ね、僕の身に何が起こったかっていう話をしているんですよ。さっきからその話を続けていきたいと思います。で、まあその7月の20日から31日まで の僕の中では長旅が終わってですね、レバノンから日本に帰ってきたと思いきや、お寺の仕事が待っているわけでございます。で、まあ約2週間、自分のね、本当に稼ぎである、仕事で稼ぎであり、同時に生き方でもあるっていうね、仕事、お寺の仕事をしてまいりました。で、まあその間もね、修行させてもらいましたよ。で、その間でまあちょっとしたトピックがあるとすると、8月11日に行った、ちっちゃな花火会がありますね。3月11日の、東日本大震災、まあもうこの国はですね、日本という国はもうこの3月11日以降、東日本大震災なしには語ることのできないね、そういう国になったと思います。もうそれはね、今年1年は東日本大震災に対することを考えることをやめるっていうことであったり、無視するっていうようなことはできないと思います。それだけね、深い、傷が日本人一人一人にあったと思いますし、そして何よりも僕自身、3月11日以降一月に1回ペースで岩手の方に行って、支援活動をしております。それで、まあ、8月11日っていうのが、全国的にというか、その被災地の方でね、花火が上がるっていうようなお話を聞きまして、それでうちのお寺でも、やりましょうっていうことになりました。で、岩手にはね行けないけれども、8月11日同じ空を見上げながらね、一緒に祈って、そして一緒に花火でもしましょうということで花火をさせていただきました。すごくね、たくさんの人とこの震災を機につながることができて、そして支援の輪っていうのが広がっていって、今までは付き合ったことない人とね付き合うようにもなったわけです。で、それはね、震災っていう自然災害がきっかけではあったけれども、出会いがあったっていうこと自体はとても喜ばしいことであるし、まあとても僕はいろいろなことに感謝してるんですね。で、もう本当にちっちゃな会でしたけれども、花火をやる前にちょっとした、お話をさせていただいたりして、まあこの5ヶ月間どんな支援活動をしてきたかっていうようなね、ことをお話しさせてもらいました。で、まあ本当にね、時間の都合なんかもあって、その内容についてね、全部についてお話しできたわけではないんですけれども、まあとにかくそれでも今ね、どういうことで、やってきたかっていうようなことはお話しできたと思います。で、FM 流進堂でもね、支援活動についてはよくもう話していまして、で、8月11日の後ですね、まあ、17日まで、仕事があったわけですけれども、もうその次の日、8月18日から3日間ね、また岩手の方に行ってきました。で、また支援活動してきました。8月の支援活動っていうのは今までとちょっと方向性が変わって、岩手県の山田町の中の大浦っていう地区の集落で、まあちょっとその仮設住宅に移ってほっとしたっていうのはあるけれども、まあちょっと心が疲れてきたと。
いうことで、何かこう元気になるようなことをやってほしいっていうふうに、依頼を受けたんですね。で、その依頼を受けて、まあ僕はその地元、そっちのね、地元の人のためになんかしたいなと思ってましたので、急遽企画を立てて、ダンサー一人、画家一人で、ちょっと友人の友人ですね、友人の、まあ、古い付き合いのある友人と、まあ、計4人で行ってまいりまして、それで、まあ、現地でも花火会っていうのをやってきました。で、1人はね、あのダンサーだったので、そのダンスを踊ってもらいまして、で、僕と、もう1人東くんっていう子がいるんですけれども、その2人でちょっとしたコントを行わさせてもらいました。で、その後ね、みんなで花火をやったり、スイカを食べたり、まあそんな感じでね、楽しい時間を過ごしました。すごくね、支援活動を続けてて思うことは、本当に何をしたらいいんだろうとか、どうしたらいいんだろうとか、自分に何ができるんだろうとか、いろいろなことを考えさせられるんですよね。で、なんか自分の人生を振り返るんですよ、そういう時に。そういう時っていうのは、で、これどういうことかっていうと、結局自分の生きてきた人生、自分が生きてきた生き方っていうものがある時突然ね、試される日が来るんだなっていう風に思ったんですよね。だから震災が起こってすごくパニックになる人もいたし、冷静になる人もいた、冷静でいられる人もいた。で、僕は自分は冷静でいられることができたんですね。で、それはやっぱり今まで自分が培ってきた経験だったり知識だったり、まあ自分がやってきた行動だったり、そういうものに対しての、まあ、ある種のなんかこう自信があったんですね。で、それはもう自分の中で血肉になっているもので、で、その後の支援活動をするにあたっても、やっぱり何かしたいけど何していいかわからないっていうようなことではなく、やっぱり自分にできることは何でもいいからやってみようっていう気持ちだったんですね。で、そういったの思いっていうのも、結局は一人では何もできなくても、何かができるっていう時もあります。で、一人でもやるっていう時もあります。で、自分の場合は、まあ、とにかく支援をしよう。で、そこから始まってるわけなんですけれども、で、その支援しようっていうふうに思ってから実際に支援しに行くっていうところまでのは、やっぱり時間がないんですよね。で、まあ現地では困ってるわけで、だからすぐ決めなきゃいけないし、すぐ行動に起こさなきゃいけない。で、そういった動き全部が自分のその人生観だったり、自分の人生の中で蓄積してきた行動や考え方っていうものが、まあ、試されるんだなって思いました。で、これは震災だけじゃなくて、人間で常にそうなんだなって思ったんですよね。常に試されるんだな、試されてんだなって思いました。それは誰にって言っても、まあ、神様って答えるしかない。で、その神様っていうのは、もしかしたらもう自然の原理そのものの存在なのかもしれないですね。で、やっぱりどんなことでも、例えば言葉遣い一つ、行動一つ、人に対してどういうふうに対応するかっていうことも一つにしても、その人の人生観、その人が今まで人生の中で積み上げてきたもの、思想、哲学っていうものが出るんだなって思いました。お話続きます。